こんにちは、トモリアルエステートの高橋です。本日ご紹介させていただくお部屋はガーデニア赤坂、35平米のワンルームタイプのお部屋です。角部屋で窓が、大変大きくて、非常に明るい日当たりの良いお部屋です。早速中を見てみましょう。どうぞ。はい、こちら玄関の収納です。玄関の収納、35平米のお部屋ですけれども、十分な容量の玄関の収納です。廊下に、若干ゆとりがあります。幅があります。でワンルームですので、こちらの玄関のドアを入って、この廊下の部分にドアが1枚ないんですけれども、ドアなしでこのまま、ベッドルームと、ベッドルームは約12畳ございます。南西向きのお部屋で、窓がこちらに1箇所、バルコニーに出れる掃き出しの窓が1箇所、そしてこちらにフィックス窓1箇所、南西向きの窓で大変明るく日当たりの良いお部屋です。青山一丁目方面、乃木坂方面が一望できます。こちらの、下に見えているのが前面道路、赤坂通りより、一本中に入ってまして、交通量の少ない通りなので、住環境良好です。静かなエリアですね。でこちらがバルコニー。バルコニーはそんなに大きくはないんですけれども、この日が当たる非常に明るいお部屋です。まあ、バルコニーの前面はですね、前面にマンションがあるので、こちらは眺望としてはこのような感じです。はい、そしてこちらに、クローゼット、一応ウォークインクローゼットという表記になってますが、さほど奥行きがあるわけではないですね。ちょうどこの角コーナーの部分にクローゼットがあります。パイプ2本。はい、ではキッチンを見てみましょう。キッチンは、2口のコンロです。こちら手前が IH のコンロ、奥の方はラジエントヒーターです。
はい、では水回りを見てみましょう。こちらが洗面所。洗面台は、二面鏡になってます。鏡の後ろ収納です。はい、こういう大きいミラーと小さいミラーの、二面鏡ですね。そしてこちらも中は収納です。で、隣に洗濯機置き場、上部に釣り戸棚収納がついてます。洗濯機置き場の上の収納です。はい、こちら側にも収納があります。洗面所の収納としては結構充実してると思います。はい、そしてこちらがバスルーム。バスルームは、この部屋角部屋なんですけれども、お風呂に窓がついてます。はい、バスルームに窓がついてます。追い炊きがついてまして、バスルームのサイズ、ちょっとサイズ測ってみます。1216、1m20、こちら1m20、横幅が1m60、1216のサイズです。はい、そして最後にトイレを見てみましょう。トイレ結構スペース、ゆとりが、奥行きがありますね。で、手洗い台がついてます。手洗い台の下は、まあ、配管パイプスペースです。まあ、ちょっとした掃除道具なんかはブラシなんか置けるぐらいですかね。一応スペースがあります。そして上部には釣り戸棚収納がついてます。日が当たってるとこのように大変明るくて、部屋の中に日差しが、差し込んでおります。はい、ガーデニア赤坂、いかがでしたでしょうか。こちらのマンションは、2006年築なんですけれども、2013年に、もともとサービスアパートメントだった建物を一般の賃貸物件に、リニューアルして、共用部の改修などをして、リニューアルしている、建物です。2013年にそのようなリニューアルをしておりまして、管理体制も良好で、共用部もきれいに保たれております。赤坂駅から徒歩4分と、駅から程よい距離で、なおかつ大通りに面してませんので、恵まれた立地条件だと思います。ガーデニア赤坂のことでしたら、ぜひ赤坂専門の当社へお問い合わせください。お問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。